ソンバーテンダーズボール準優勝の高円寺バーマキバリです。今日は12月のジムソンを使ったオリジナルカクテルということで、クリスマスシーズンぴったりなミルクを使ったホットカクテルを作ろうと思います。では始めます。まずチョコレートリキュールを20ミリリットル、そしてジムソンを20、香り付けにアマレットを。これを混ぜ混ぜします。あ、いい香り。これホットミルクですね。高いに残りのミルクをホイップして、オレンジピールを絞ります。